1920年の上海、旧航路、上海疎開とは、1842年の南京条約により開港した上海に設定された疎開を指す。当初、イギリスとアメリカ合衆国、フランスがそれぞれ疎開を設定し、後に英米列強と日本の疎開をまとめた共同疎開と、フランスのフランス疎開に再編された。上海疎開はこれらの疎開の総称である。 中国がアヘン戦争でイギリスに敗北し南京条約によって上海が開港させられた。しかし、この南京条約ではイギリス領事が駐在すること、貿易に従事するイギリス人が居住することは認めたが、居住する地域については定められていなかった。翌1843年10月の英史、顧問再追加条約において双方の協議をもって、 具体的な地域を決定するとされたことから、英国は同年11月8日に在新国へ上海領事、ジョージ・バルフォアを着任させた。バルフォアは上海市内で邸宅を借り受け、11月14日に英国領事館の業務開始を発表、11月17日に上海の開港を公式に告知した。しかし、この開港とともに英国商人らのトライも増加し、 英国人用の居住設備が急がれた。南京条約から2年後の1845年11月に、当時の上海道大軍母久が、初代イギリス領事であるバルフォアと旅重なる、協議の結果、イギリス商人の居留地として、広歩行のほとりに、およそ0.56平方キロの土地の咀嚼を定める、第一次土地焦点を判布した、上海県城の外で、 外国人の居留地を作ることは、無論もともとは、イギリス側の要望によるものであった。協議の前提として、英国は土地商聖の交付を条件とした。土地商聖では、英国領事館が、同区域内での土地登記の公的実務を担うとともに、管理区域内での事件などに関する司法権も規定された。土地登記などの実務は、居住英国人の中から選挙された2名と領事を、 議長とする計算名が実務を担った。しかし、第一次土地焦点で規定されている花用文居などの条文からもわかるように、実質的には中国側が外国人の活動範囲を制限しようとした一種の隔離政策でもあった。1844年締結の防火条約を受けて、1846年に米国から在身国前上海領事が赴任した。そして、 このイギリス疎開の成立の影響を受けて、1848年にアメリカ疎開、その翌年にフランス疎開がそれぞれイギリス疎開の北側と南の境界線であるよう、京浜の対岸に設置された。これら三つの疎開が、そのまま近代都市上海の原型となった。ところが、花用文教を原則とし、一定の自治権を持ちながらも、根本的には、 中国側の管轄下にあったこれらの疎開は、設立から10年も経たないうちに、その性格を変えた。原因の一つが1853年9月に起きた、秘密結社、商東会の武装放棄であり、農民軍の1年半にわたり、上海県城を占拠したため、大量の難民が発生し、3つの疎開に逃げ込んだ。この突然の事態で、従来の花用分居の原則が崩れ、 花用雑居の現実を中国側も受け入れざるを得なくなった。この新しい局面に対応するためという口実のもとで1854年7月、イギリス領事オールコックは米仏領事とは協議はしたものの、中国側には事後通告という形で一方的に従来の土地商店を修正した第二次土地商店を交付した。この 第二次土地招廷には、イギリス疎開の新たな境界の確定、疎開内の中国人雑居の目認、純運補の設置が含まれていた。最も重要な変更は、三国領事による、疎史会議の招集、その執行機関としての公部局の設置である。特に、公部局に、市政府としての機能を持たせたので、その成立により、疎開は中国政府の管轄から完全に離れ、自ら、 自治を始めた。自治を実現した当初の疎開は新たな教会が正式に認められたイギリス疎開を中心に地理的には依然として他の両疎開とそれぞれ分かれていた。しかし行政的には初めて新設された公部局に3疎開が統一された。この体制はその後1850年代を通じてほぼ10年近く維持された。太平天国の乱に際し、 英国、米国、フランスの三祖海において、防衛と治安維持ための防衛共同会議が提唱されるが、事実上、フランス祖海がこの協力を拒否、防衛上の協力関係となった英米祖海は、防衛のために祖海外へ軍事用道路を延長するなど、協力体制となり、1860年の上海侵攻で江南地方の制圧を進めていたのは、 李秀重軍に対して防衛戦を行う。この太平天国軍による上海への侵攻を機として、1863年9月、英米疎開が、公部局の下で正式に合併し、名前も、外国疎開と変更した。この外国疎開は、共同疎開と称された。これに対し、防衛会議を拒否したフランス疎開は、合弁されず、独立した組織へ移行していく。フランス疎開は、 イギリス主導の疎開運営に見切りをつけ、英米疎開の合併に先立つ1862年5月に、統一行政から離脱し、自らの行政機関である、金多田局を設立した。合併後の外国疎開は、管轄地域がかなり拡大し、その行政能力も大きく増進した。太平天国の乱が終焉すると、腰チ地黒は商業、娯楽などを目的とした紅葉となり、 1866年改定の新商定で名文化に至り、新権利となり、その後の使用拡大から拡張、延長されていった。また、太平天国の乱の拡大により大量の難民が疎開に流入した影響もあり、疎開当局は1869年に再び土地商定を一方的に改定し、第三次土地商定として発表した。この新たな 第3次土地商定では、従来の借地人会議を、納税外人会議に拡大し、これに、租税予算の審議権、公部局、東古都会の選出などの権限を与えられ、いわゆる市議会としての機能を完全に持たせた。公部局の権限もさらに強められ、警察、消防、衛生、教育、財務など姿勢に関する、あらゆる諸機関を設置し、完全な行政システムを成立させた。 さらに、第三次土地商定の交付に先立ち、公部局側は、同年4月、疎開在住の中国人をめぐる裁判権に関して、要計派が節管会新商定という名の司法規定を発布した。この規定によると、疎開在住の中国人についての裁判は、疎開に設置されている会新行動において、上海道大から派遣された同地によって行われる。ただし、 当事者の一方が外国人もしくは外国人の雇用した中国人である場合、必ず領事の認定した陪審官と共に審議しなければならず、被告が判決に対して不服がある場合、上海同大と領事官の双方に上訴できるとされた。以上二つの焦定により、立法と行政に関しては完全に司法に関しては制限的ではあるが、疎開は一個の 独立国を立ち上げたと言える。ちなみに、外国疎開への参加を拒否し、1862年に独自の行政機関である金田田局を設立したフランス疎開も、この金田田局に公部局と同様な機能を持たせ、外国疎開の第三次土地商定と内容の近い金田田局組織商定を反布した。金太田局には会新行動と同様に裁判機構を設置した。このように、 フランス疎開も、また、外国疎開と同様に、独立国を作り上げたと言える。19世紀の上海、上海の中心部ともいえる、共同疎開の中央区と西区では、バンド地区に、各国の領事館や銀行、商館が並び、これに直角に交わる南京路には、ビッグ4と呼ばれる先瀬講師、永安講師、新進講師、そして大進講師といった。 1920年から1930年の上海を代表するデパートが立ち並んだ。同じくバンドに直行する復讐路には、小連閣を代表とする左官や、議官の集中する、開学座とがあった。バンドにおける建築ラッシュは、1890年代に、始まり1940年代まで続くが、建築物の設計にあたっては、当時の欧米各国でも、 最高の水準に合わせて設計され、様式上もいささかも中国風のデザインを取り入れなかった。この時期に建設された建築には、公会館、キャセイホテル、ジャーディンマセソン紹介ビル、横浜商金銀行などがある。フランス疎開は、Y 回路を中心に商店街が形成されたが、同時に、左官、議官、アヘンクツが集中した。1920年代共同疎開においては、 金賞、アヘン吸引禁止、金掛けが唱えられたが、フランス疎開では依然法的に認められていたためである。共同疎開の北区と東区においては、ほとんどの地域を日本人に占領されていた。とりわけ、高校地区は別名日本疎開と呼ばれるほど、日本の諸施設や日本人向けの商店が集中した。疎開における行政機関としての上海資産次会と、 その執行機関としての公部局といった存在の他に、上海の歴史を語る上で忘れてはならない存在は、チンパンと呼ばれる秘密結社である。もともとは大運河の二役労働者の結社を源流とする疎開都市として繁栄する上海において、アヘン販売と賭博場の経営を資金源とした、孫文らの革命組織にも援助を与えていた。白人オーパンが主流の公部局、 列強国の領事館と共に秘密結社は、上海支配の家内の三宝に足であった。そのチンパンの大盗目が1930年代の夜の帝王と呼ばれた、と月賞である。広報公対岸の歩道の貧民街に生まれ、幼くして両親と死に別れた。1902年14歳の時に広報公を渡って上海に出てくると、果物店の出っとなった。店頭で、 ライアキラなし、と声をかけていたため、ライアキラリとあだ名がつけられ、帝王と称されるようになっても、昔の仲間に、ライアンリー、なしを向いてくれと頼まれると、鮮やかな手つきで皮むきをしてやったという。やがてアヘンバイバイで頭角を表し、1927年の4.12、反共クーデターの際には、国民党の紹介席に加担して、 中国共産党に対して大粛清を加えている。その一方で、米英やフランス当局を差し置いて、夜の上海疎開を支配した。昼間は、欧米人の支配を許すも、夜ともなれば、チンパンが中国政府に代わって、非合法に上海疎開の支配を奪い返したと言える。1928年のバンド候補校に面して、ヨーロッパ建築の様式の建物が並び、 百貨店のショーウィンドウには流行の商品が飾られ、路面電車が走り、街路灯が灯った。上海は東洋のパリともてはやされた。疎開の外では、軍閥による内戦が勃発し、兵士らによる略奪と暴行が繰り返され民衆は苦しんだが、疎開内では、公部局警察により治安が保持されていた。イギリス疎開の警官は、インド人だった。義勇隊や、 消防隊もあった。アヘンクスは課税されて合法となり、競技場、ドッグレース場、早洗いなどの賭博場、ダンスホール、左官、路ンも通った、上海大議員に代表される映画館などの観楽の施設が出現した。疎開を有したことによって、世界への窓口ともなった上海には、あらゆるモダンなものにあふれ、誰でもハリウッド映画やジャズなどのアメリカ文化、 カフェなどのフランス文化などを直接享受することができた。演劇や映画、領有や上海画法に代表されるグラフ雑誌をはじめとする様々な活字メディアにおける出版なども盛んになった。女性は大胆に流行を追求し、新式のチーパをいわゆるチャイナドレスが流行した。1927年、小解析による北伐が開始され、中国国民党が中国大陸を 名目上統一した。ただし完全に掌握したのは、チャンス省と石膏省の両省のみで、財政収入の大部分を上海に移居していた。上海金融会の一時化し出し、借款そして、交際引き受けも重要な財政の柱となった。1928年6月に、中華民国の首都は、北京市から南京市に移され、上海市は、この新首都を間近に控えて、 繁栄の絶頂に至る、共同疎開の行政機関である、上海市参事会の参事は、高額納税者による選挙で選ばれていたが、疎開税収の55%は、中国人の負担であったので、中国人納税社会は、猛然と参政権運動を展開した。1928年に、定員級の参事会に、中国人は苦産を認めさせた。この時、犬と中国人、 入るべからずの規則で悪名が高かった共同疎開内とフランス疎開内の公園を中国人にも開放させた。その2年後には中国人3事は5名に増員されている。モダン都市マトと形容され、現在でもルフされる上海像はこの時期に形成された。そして1927年2月10日には、路人が東京、北京、アモイ、広州、 香港と遍歴を経た上で、疎開都市としての最高長期を迎えていた上海に、たどり着き、高校地区に今日構えた、大世界近くのチベット通りとモンティニーー通りの交差点付近への中華民国軍機の爆撃による、民間人被害者中華民国軍機の爆撃による、大世界前の山条北伐が開始されると、中国ナショナリズムの勃興により従来の権益を失うことを、 日本は恐れた。そのためことあることに、上海疎開に対する干渉を繰り返した。1931年の満州事変と、翌1932年の上海事変手始めとして、1937年には、ついに、中華民国との全面戦争に突入した。中華民国は、上海を爆撃し多くの市民を殺傷するなどしたが、所詮の奮戦も虚しく軟禁。 武漢を相次いで失い、上海より長江を2000キロ遡った重慶に立てこもる。疎開都市上海は日本軍占領地に浮かぶことを溶かした。1941年12月に太平洋戦争が勃発して、共同疎開とフランス疎開が日本軍に接収されるまでの4年間を中国では古陶器と称している。上海は古陶器こそ、 戦争劇により一時的な繁栄を誇ったものの、太平洋戦争開始以後は急速に錆びれてゆく。上海の工業消費電力は1936年を100とすると、1942年には50、1943年には40であった。1943年には、全市の中国人経営の工場の内約3分の2が倒産した。 1945年始め以降、日本の廃線が確実になると、大部分の中国人工場主は、日本との合作を断り始めた。1945年になると、上海の中国人経営の工場の生産は、事実上停止し、日本資本の工場の稼働率も戦前の、生産能力のわずか4分の1に過ぎなくなった。遡ること1943年1月。 日本は南京の王朝名政権にアメリカ・イギリスは重慶の中華民国に対しそれぞれ疎開返還と違い法権廃棄をそれぞれ宣言した。そして日本の中華民国を含む連合国軍への敗戦後の1945年8月国民党政権は全上海を接収した。ここに100年に及ぶ疎開の歴史が集結した2007年のバインド。 疎開時代の建物も残る。疎開都市上海の歴史が閉じ、間もなく国境内戦が勃発し、上海は再び戦火を被ることとなった。1949年10月1日に中華人民共和国が成立すると、数十万人の外国人資本家や秘密結社の構成員、文化人、技術者、熟練校などが香港に渡っていった。そのため、それまで、 多井流域を証券とするローカル植民都市に過ぎなかったイギリスの咀嚼地である香港がかつての疎開都市上海の地位を承継し繁栄を謳歌するようになった。1960年代に起きた文化大革命で上海も文化的にも荒廃し、その後1976年に東商平による改革開放政策が始まると香港に隣接する新鮮市に 経済特区が建設され、香港は繁栄を謳歌するようになり、ニーズの数を落として急成長した。これに対して、かつての疎開都市上海は、1980年代末までは、ひたすら中央政府に利益を上納するばかりで、新規の投資は行えなかった。街並みは人口増の圧力によりスラムが生かした。急成長する香港に対して、その影は薄くなる一方だった。 ところが、1980年代以末に、改革開放路線に拍車がかかると、上海の再開発という問題が、クローズアップされた。1990年4月には、歩東新区建設が決定された。これは、広歩行を挟んで、これまで開発がされなかった、旧疎開地区の対岸である、歩道地区の350平方キロメートルを再開発し、新鮮などの4特区を上回る、 一大産業地帯を建設しようとするものである。1992年10月には、中国共産党第14回党大会において、社会主義市場経済が提起され、より一層大胆な改革開放が求められるようになっており、歩道地区が享受する優遇策には、新鮮などの従来経済特区が享受してきたもの、以上のものがあった。 外資の導入や外国企業の進出も活発化し、さらに世界各国の集まった上海、万国博覧会を行い、上海市は中華人民共和国最大の観光都市、産業都市、文化都市、国際都市として復活した。ありがとうございます。